ブレリオ4の創造図、飛行はできなかった。ブレリオ3は、ルイ・ブレリオとガブリエル・ボアザンが共同で開発した航空機である。1906年の5月から9月まで試験飛行を行ったが、飛行することはできなかった。機体の特徴は、楕円形の針で上下翼をつないだ構造を採用した。1台のアントワネットエンジンで2枚の軽遠型のプロペラを駆動した。 フロートをつけて、アンギャンコで1906年5月から9月まで繰り返し試験を行ったが飛び上がることはできなかった。10月になって、普通の服用形式に改造され、エンジンをもう1台追加し、プロペラを推進式にして、それぞれのプロペラを駆動するように改造された。名前も、ブレリューフォート改められた。依然として離陸できなかったので、11月12日、 フロートを取り外し、車輪をつけて地上での試験を始めた。2台のエンジンの水力を揃えるのが困難であったが、片方の翼が修理不能の損傷を受けるまで、機体は何度か地上を離れた。このジャンプが飛行と認められるかは、議論が分かれるが、この後ボアザンはブレリオと別れて、自らの設計で航空機の製作を目指すことになった。ありがとうございます。